吉田さん、私はすごくいい時代が来たと思ってるんですね。それはずっと借金苦だった時もそう思ってました。何でもできる、自由である。以前3つの T って話しましたけども、逮捕されて牢屋に入った時は何にもできないんですよね。自分が世の中で何をやってきたのか、どんな人格なのか、どんな家柄なのか関係ないですね。一切全員何もできないというね、そんな暮らしでした。だからそこから出た時に、あ、自由ってこういう味なんだ、世間の風はうまいなと思うわけなんですよ。シャバの空気がって言いますけどね。だから自由で何を食べてもいいし、いつ YouTube やってもいいし、いつ寝てもいいし、どの会社に入ってもいいし、何の仕事をしてもいいし、誰と、ね、付き合ってもいいし、誰と別れてもいいという、こんな自由がこの世の中にあっていいんだろうかと思いました。現在世界ではですね、まあ、共産国家といいますか、あの自由に生きていけない国もある中で、日本というのはまだ恵まれてる方だなと思いますし、その中で一念放棄すれば自分の人生を過ごすことができるんですよね。でもね、やっぱりね、国が守ってくれるとか、誰かがケツを拭いてくれるとか、何かに守ってもらえるはずだって幻想を抱いてる人がまだいるんですよね。そんなことはないと。自由ってのはとてつもないリスクと背中合わせだということなんですよ。まあ、だからといって管理された社会がじゃあリスクがないかって、それもあるんですよね。管理されてること自体がリスクですから。でも日本っていうのは本当にいいなと思いますね、私はね。もちろん全員が全員うまくいくとは限りませんけども、ただ、リスクを最小限にしてチャレンジすることができると、そんなルートが引けてるし、そういう前例もたくさんあるんで、私たちは挑戦することができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、この年からね、どんな職業を目指すのも自由ですし、今日から私がタレントになったり、それから声優になったりする自由もあります。もちろんそれで誰がお金をくれるかは分かりません。だけどすごいいいなと思いましたね。もはやチャレンジにお金がかかんないって時代ですよね。私が20代から30代まで店舗をやろうにも会社をやろうにも莫大なお金とそれを支えてくれる人が必要でした。それだけでもうね、何百万とかかるんで、常にマイナスからスタートなんですよ。でも今は利益を最大値、売上を1億円目指そうと思っても何のコストもいらないですよね。スマートフォンが1個あればもう十分という、ね、自分の才覚だけで競争できる素晴らしい世の中だと思います。で、失敗しても別にマイナスにならないですよね。だから失敗してマイナスになるってことは、もうなんか本当めちゃくちゃなことやっているんですよ。自分の力量もないのに投資してみたりとか、返済の当てがないのに借金してみたりとか、分を超えたね、自分の身分を超えた高い壁にぶつかってしまって再起不能になるとかね。だからもう最初は小さいリターンを求めて小さいリスクを取っていくと。で、失敗してもかすり傷、うまくいってもちょびっと成功例、よかったねみたいなね。それこそ1万円2万円を挑戦しに行くとか、なんだったら1000円2000円に向かって挑戦してもいいと思うんですよ。それによって大怪我することはないんですよね。まあ、私もね、投資を進めることがありますけども、5000円1万円でやってみましょうって話ですからね。それから10秒後になくなってもいいお金、余剰資金、この概念を作って余剰資金でトライしましょうみたいな感じです。だからね、よく私にもアドバイスを求められるんですけども、私がアドバイスをしたからといって言うことを聞く義務はないですよと。いろんな意見がある中であなたの考えをまとめてくださいってことなんですよね。うまくいってもうまくいかなくても、自分の人生を守れるのは自分しかいないですからね。からこれはね、当たり前のことなんで、いちいち言わなくてもいいのかなと思ってたんですけども、感じが人だらけで、どこを見て生きてるのかなと思っちゃいますよね。いや本当に私がね、そう私が思ってるというよりも、世の中を見たらそうなんだからしょうがないなと思うんですよ。高いところにある橋を渡るのは怖いです。だから渡らない人が多いんですよ。だから渡り切ったところに未知のチャンスがあるんですよね。でも地上15センチの橋って誰もが渡れるから、向こうに何があるのかみんな知ってるんですよね。じゃあどっちが未知のチャンスがあるのかって明らかじゃないですか。やっぱり私はね、自分が転落してもかすり傷で済むような橋から渡ればいいと思いますよ。そしてリスクヘッジができるようになってきたら、それこそ高い橋を渡ろうとした時にパラシュートが変えましたとかね、命綱がつけられましたとか、そういう風な準備が整っていくと思うんですよ。カードが増えると思うんですよ。カードが増えれば打つ手は増えるんですよ。カードが何もないのに、自分の単なるプロ意識だけで
挑戦して客観的にはプロでも何でもないというね、そんな例が結構ありますよね。だから自己肯定すると大きな罠にはまりますし、本当に様々だなと思いますけども、誰もですよ、誰も責任を取ってくれないし、取れるものでもないです。自分の人生は誰かが代わりにやってくれるものではなくて、自分が自分の人生の主人公ですからね。誰も変われません。自分が自分の人生のその主役からね降りるとしたら、それは死ぬ時だけじゃないかなと思うんですよ。死んだらもうはい、そこで終わり、もうカーテンコールですっていう形ですよね。第2幕はないんですよ。常に千秋楽ですね。まあそんな感じで今日のキーワードは常に千秋楽、人生とは常に千秋楽ということでね、本当そのぐらいの覚悟がなければ自分の道は作れないかなと。覚悟がない人は、まあ、誰かの人生の脇役を生きるしかないかなっていうね、冷たい現実があるんじゃないですかね。本当にね、そうじゃなくて存在するだけで価値があると言えるような世の中はまだ遠いかなと思いますね。いってらっしゃい。